こんにちは。昨日は仕事帰りに半額になっていたお弁当を買って帰りました。297円だったんです。なるべく斜めにならないように持って帰ったのですが、家に着いたらこんな状態になってましたっちゃ。でも美味しくいただきました。よしとしましょう。ブロのステッカーだけで動画を作ってみようと思っています。 ステッカーには変形の中に切り抜きという項目があります。そこでは簡単になのですが、ステッカーの上下左右をクロップ、カットすることですね。これをうまく組み合わせて作成しようと思っています。完成イメージはこんな感じです。ステッカーの中にある食べ物だけで作りました。使ったステッカーはこの5種類です。ガス台。 鍋、卵、肉、ラーメンです。早速、こちらの動画を作っていきます。動画の最後の方には BGM や文字を挿入した完成品を載せていますので、よろしければ最後までご覧いただければと思っております。よろしくお願いします。ブロはすでに起動しています。画面の下、新しい動画でタップします。 今日は空白のカットを選んでいきます画面の下に空白のカットが追加されたことを確認し右赤い丸の白い矢印でタップします今日は9対16で作成していきます画面比率は9対16でタップします画面の下プロジェクト作成でタップします 挿入されたことを確認しましょう。追加された空白のカットを選択しましょう。ここ見てください。4秒なんですね。今日は20秒ぐらいの長さにして作成していきますので、ここでタップします。右下に白いハンドルが表示されていますので、ここに指を置き、右の方へドラッグしていきます。 だいたい20秒ぐらいになったら指を離そうと思っています。では行きます。指を置きまして右の方へどんどんドラッグします。おっとおっと,っと行き過ぎちゃいましたね。左に戻せば大丈夫です。20秒ぐらいで大丈夫です。今日20秒ちょっと過ぎてしまいましたが多い分にはいいと思っています。ここ長押しして赤い縦線を先頭へ戻します。 選択されている状態で画面の下、バックグラウンドでタップします。バックグラウンドの色を変更しましょう。グラデーションを選んでいきます。これを選んでいこうかな。ではタップします。好きなもので大丈夫です。タップしましたら、ここ、下向いた矢印が表示されています。もう一度タップすると、グラデーションの向きが変わります。 もう一度タップすると、こんな感じ。今日は、これ。上向いた矢印の向きのグラデーションにします。皆さんはお好きな向きで大丈夫です。このまま画面の下の完了でタップします。赤い縦線が、先頭にあることを確認しましょう。画面の下完了でタップします。ステッカー入れていきますね。画面の下、 グラフィックでタップします画面の左側しステッカーでタップしますここの項目から食べ物を探しますここ右から左に指を動かして食べ物でタップすると食べ物のステッカーが表示されますガス代です 下から上に上げてガス台を探します。ガス台、ガス台。どうやっあったね。これです。タップします。ガス台が挿入されたことを確認しましょう。右下のレッテンのチェックでタップします。大きくしますね。これぐらいでいいかな。では、下の方に持っていきます。最後まででタップします。 完成しましたら後で分割やカットをしながら長さを調整しますので今は最後まででタップしておきますガス台の下に字が書いてあるんですねちょっと動かしてみますずっとこの文字あるんですねこの文字は今日いらないと思います止めますねでは先頭に戻しましょうガス台の下にある文字をカットクロップしていこうと思っています 画面の下、変形でタップします。画面が変わりました。ここの切り抜きでタップします。ここ、左へとか、上をクリップとか、右へとか、下をクリップって書いてある、ここを使っていきます。今日は下の方をカットしたいので、下をクリップと書いてあるところです。このプラスのボタンを ポン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 とタップしていきます。ではタップ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 。字がなくなってきてるの分かりますか下から。では、えー、字が見えなくなるまで押しました。ここ長押しもできないのでこのプラスのボタンやマイナスのボタンをタップタップタップとしていかないといけませんので指疲れないように頑張ってください。今日は 下のクロップこれぐらいカットしました。ではこのまま画面の下完了でタップします。では再生しています。どうですか文字がなくなりました。今日はこんな工夫をしていこうと思っています。止めますね。先頭に戻したいのでここ長押しします。文字がなくなりましたのでガス台をもっと下へ持っていきます。 今日はこんなところまで持っていきましたここでそうですね指で少し右から左へドラッグしますそうですね4秒か5秒ぐらいでいいかなえー、ここ4秒ですここで画面の下分割しますここ長押しして先頭に戻します 先頭のガス台の火をクリップでまたカットしていきます。先頭に赤い縦線があることを確認し、ここ、タップして選択します。4秒のステッカーが選ばれました。画面の下変形でタップします。切り抜きでタップし、今度は上をクリップのところを使って炎を クリップしていきます。では、プラスを何度かタップしていきます。結構これ疲れるよね。はい。どうですか炎の先端が消えてってます。ガス台のところのギリギリで。ちょっとカットされちゃう。まあ、少しはいいですよ。ここにしとこうかな。ちょっぴり残ってしまいますけれども、4秒ぐらいなので大丈夫です。 まあ大丈夫って気がつかれないかなっていう意味の大丈夫です。では画面下完了でタップします。画面の下完了でもう一度タップします。指で右から左に動かして2秒ぐらいのところで行こうかな。ではここに鍋をガス台に置いていきます。画面の下グラフィックが選ばれていることを確認します。 画面の左側しステッカーでタップします先ほど使ったので今食べ物が選ばれてますのでここから鍋を探します鍋この鍋がいいと思います鍋でタップします鍋が挿入されたことを確認し画面右下のレ点のチェックでタップしますサイズと位置を整えましょう大きくしてあげて やっぱり字がありますね。ではまず、クリップしていきましょう。画面の下、変形でタップします。切り抜きでタップします。下をクリップのプラスをタップして、文字が消えるようにしていきたいと思ってます。えー、っと、よいしょ、あ、一つ多かったね。ここですね。 画面の下完了でタップしてではガス台の上に移動しますドラッグして移動しますあ、ちょうど炎隠れたねこんな感じですこれも最後まででタップしておきましょう画面の下完了でタップしますガス台の上に鍋が乗りました お湯湯がが沸いたら湯気が出てきます今この鍋にはなんか黒い <laughs> ねこのヒョロヒョロ波平さんの髪の毛のように一本ありますがこれきっと湯気だと思いますちょっと再生してみましょう再生をタップしますこんな感じですどうですか止めますね 先頭に戻します。このまま右から左に動かしまして、ここさっき4秒のところから火が出るようになっていましたので、ここから鍋をタップしまして、画面の下分割します。鍋もう少し大きくしようと思っています。右かどうしたのハンドルを使いたいんですけれども、 16対9外にありますので、これピンチアウトしましょう。大きくなります。では、このまま少し上に上げてあげて、火が見えるようにしたいので、この辺かな。少し上に持っていきます。このまま火がよく見えませんので、ここで画面の下、移動でタップし、鍋のステッカーをガス台の下へ持っていきます。 ここ、右横の2本線のところに指を置いて、一つ下へドラッグして順序を入れ替えます。炎が見えるようになりますので完了でタップします。さらに完了でタップします。指で動かして、この分割したところの、ここですね、えー。ここですねってどこですかって感じだよね。 鍋のところから黒い線の湯気の出ていないところ移動します。ここ先ほどカットした2秒から4秒の間の中で探してあげてください。この状態で鍋をタップし、画面の下、モーション止めでタップすると、これは動かないステッカーになります。では画面の下完了でタップして、 先頭に戻して、長押しです。再生してみますね。こんな感じです。ちょっと火見えるんですけれども、ここ、どうでしょう。えー、火事になりそうな感じですね。止めますね。では、指で左から右に動かします。鍋の湯気の出ているここです。では、ここから、 ステーキなのかな肉のステッカーを入れていきます。画面の下、グラフィックが選ばれてます。画面の左、ステッカーでタップします。食べ物が選ばれてますので、ここからステーキだったと思うんですが、これですね。このお肉のステーキの湯気のところだけをクリップして使おうと思っています。タップして挿入します。 挿入されたことを確認し、画面の右下レテンのチェックでタップします。では少しちょっと大きくしますね。ここ。この湯気を採用していきます。このまま最後まででタップします。お肉のステーキ選ばれてる状態で画面の下変形でタップします。切り抜きでタップしていきます。 下をクリップのところをタップしてお肉の部分をカットしていきます。ではタップ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 。はい、お肉が下の方なくなってきてます。ギリギリのところまで、よいしょ。はい、こんなところかな。これでお肉がなくなって湯気だけになりました。画面の下完了でタップします。 ドラッグして鍋の上の方に持っていきます。この辺かなちょっと再生していますね。この場所から。こんな感じ。湯気見えますかちょっと一回止めますね。もうちょっと湯気したかなこんな感じ。鍋の方から出てくるようにしたいので、こんな感じです。これで湯気の完成です。画面の下完了でタップします。ここのところ。 10秒ぐらいでいいかな。ではえ、10秒ぐらいのところに指を持ってきます。麺を茹でて、ラーメンが出来上がったよということで、ガス台と鍋を削除していきます。では、まずガス台をタップします。ここまででタップします。では、鍋のところでタップしますね。鍋でタップします。 あ、違うこれ湯気だわ鍋の下のところでタップし直しますね鍋が選ばれましたここまででタップします湯気の方はこのまままたラーメンで使いますので取っておきますでは画面の下完了でタップします画面の左横ステッカーでタップしますラーメン探します ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。このラーメン入れていきます。タップします。ラーメンが挿入されました。右下のレ定のチェックでタップします。サイズと位置を整えます。大きくしてあげて、下の方に持っていきましょう。最後まででタップします。ちょっとここから再生していますね。どうですか湯気の位置も悪くないと思います。 もしお肉に合った湯気の位置が悪ければ、位置を調整してあげてください。今日は大丈夫そうです。止めますね。こんな感じにラーメンが出来上がりました。ラーメンの長さの大体いい3分の1ぐらいの位置に赤い縦線を移動します。この辺はお好みなんですが、この辺ぐらい。では画面の下完了でタップします。 卵入れましょう追加料金になりますけれどもねでは左横ステッカーでタップしますよしょ。卵あったこれですではこの卵をタップします卵が挿入されたことを確認し右下のレテのチェックでタップしますこのまま少し動かしますねこの辺でいいかな では最後まででタップします。ちょっと再生しています。こんな感じです。いいと思いますね。でもこれだと何個も何個も卵割り入れるわけですね。1日に卵いくつ食べればセーフだったんだっけ忘れちゃった。<laughs> 左から右に動かしまして、まず卵ここから挿入されています。ゆっくり動かして、卵がラーメンの中に入ったところ、ここかな ここで指を離します。このままここで分割でタップします。卵はここで、この後はまたいくつも卵が入らないようにしたいので、ここ分割したここの残りはモーション止めでタップします。動きを止めてしまうんですね。そして卵の殻をクリップしたいと思っていますので、画面の下変形でタップします。 切り抜きでタップし、上をクロップのところのプラスをタップして卵を消していきます。卵消えてっての分かりますかよいしょよいしょ。もっと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 よいしょよいしょ。はい、こんな感じです。もうちょっとしとく。このまま完了でタップします。さらに画面の下完了でタップします。 ここ長押しして先頭に戻しましょう。再生してみますね。こんな感じ。はい、鍋が乗りまして、お湯が沸いてきましたので、ラーメンを入れて茹でましょう。出来上がりました。ということで、ラーメンが出てきます。卵を割り入れて、いただきます。止めますね。こんな感じです。 このまま20秒の長さでいいと思います。今止めましたけれども、ここ今17秒です。指で右から左に動かして20秒ぐらいのところで止めます。こんなところかな。ラーメンがいつまでも出ていると麺が伸びてしまいますから、<laughs> この20秒のところに位置を合わせ、この背景のところ、今日はグラデーションになっているところをタップします。ここですね。 このままここまででタップすると動画の長さは20秒になります。では画面の下完了でタップします。もう一度ここ長押しして先頭に戻します。再生してみますね。どうでしょうかこんな感じですで。鍋が乗ってお湯が沸いてラーメンを茹でます。 3分待つんだよね。はい、ラーメン出来上がりということでいただきます。卵も追加です。ということで、寒いこの季節はラーメンが美味しいね。という感じで、ステッカーだけでこんな動画ができました。いかがでしょうかなんか意外に面白かったんじゃないのかな。いろんなものをうまく組み合わせると、楽しい作品ができるかもしれませんね。この後、 文字やステッカーなどを入れて飾っていただければいいと思います。この後完成品はご覧いただこうと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。ここまでで良ければ画面の右角上抽出するでタップして動画を保存してあげてください。今日もご視聴ありがとうございました。 また iPad で面白そうなこと楽しそうなこと皆さんにご案内できたらいいなって思っておりますのでどうぞよろしくお願いしますではまたお会いしましょうねまたねバイバイラーメンできたいただきます ふ、ふ、熱い卵も入れて美味しく食べます。いただきます。